源の後期は平安時代末期の武将、左衛門の城原稿臣の長男、時後期とも記される。二平元年七月、蚊屋院に仕える下級役人と盗乱事件を起こし、翌八月に左衛門の城の任を解かれた。この事件で後期は刀傷を負ったという。方言元年七月の方言の乱においては、尊辟文脈に、 方言乱行大事と記され、またおじの三安が、後白川天皇法として、賭場殿に施行していることなどから、後期も天皇方に加わっていた可能性があるが、その動静は明確でない。続く、平時元年12月の平時の乱では、おじ三安と共に三条度の襲撃に加わり、戦闘後のご白川上皇位相に際して、源の重成や源の君らと共に車を、護衛した。 平治物語の記述によれば、その後も、三ツ安と行動を共にし、初位、六原合戦では、当初、玄義朝方として、陽明門を守備したが後に官軍に寝返ったという。国ふさる美能源氏の着流であった、後身の長子であり時氏の先祖にあたる、人物とされるが、理由は不明ながら、時氏の着手を追いにあたる、光公を養子に迎え、相続させたと言い,い、実施とされる。 よりもとの子孫は、伊賀市を称している。また、藤原秀宗室となったかずめは、藤原秀康、収納の母となっている。ありがとうございます。